やっぱり日本人はね、体が小さいのもあるので、いくら技術が高いからといって、やっぱり大きい体の人が一生懸命やってくるとなかなか点が、ね、入らないですね。なんか少し難しいんですけど、それがまた楽しくていいと思います、はい。対戦相手の印象、そうですね、先ほどスペインともやったんですけど、やっぱりトッププレイヤーじゃない人でもその国の色が出て面白いなってところですかね。なのでやっぱ日本人の僕たちもやっぱりテクニックがあるっていうのはあるんですけど、これ点がね、決めるところで決めないみたいなね日本代表と同じようなところあるのかなみたいなところありますけど、はい。チームワークはそうですね、でもこれを機にね、この先も長くなっていけたらって思って今やってるんですけど、それなりにもやっぱりね、言い合いっていうのをね、サッカーなので厳しいことも言い合った後でね、また長くできたらと思います。まあ、個人としてはこっち長いんですけど、試合数の半分かな、まあ、14ゴールは決めたいと思ってますけど、今ブラックタウンスパルタンで契約結びましたけど、はい、やりたいと思ってて、今のこのチームではね、やっぱり優勝しかないですよね。持って帰りましょう賞金を。でタラスさんに、ね、いつもお世話になってるんで、それも恩返ししたいと思います。今日は日本代表3番をつけている西村純選手に来てもらいました。今日はお忙しい中お越しいただいてありがとうございます。ありがとうございます。今大会ではですね、前の試合のイラク戦であわやゴールかというシーンがありましたけれども、あのシーンについて説明してください。左足で打てばよかったんですけども、右足で打ってしまいます。次は絶対にゴールを決めて、少しでも貢献できるようにチームに頑張りたいと思います。まあ、なかなかプレー時間が短いという中、アピールできる時間が限られてますけれども、どういったことを心がけてピッチに立ちますか？得点を決めることです。次はオーストラリアとの試合ですけれども、体格で勝る相手にどういった形で、どういった気持ちで戦っていきたいと思いますか？チームのみんなで力を合わせて戦っていきたいと思います。個人的には何かこの試合でゴールです。ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございました。3位という結果で、本当に優勝を狙ってた、日本としては不本意な結果に終わりましたけど、来年に向けて本当にもっとチームを強くしていこうと思います。やっぱりサッカーって結局いくらボールを、ね、回しても回せてもネットを揺らさないとやっぱりね、打てないスポーツなので、やっぱそこの部分でやっぱ本当に向こうのキーパーが当たったというのもあるし、本当にアンラッキーという部分もあったけど、やっぱり最後の部分でフィニッシュの部分でやっぱり今日はついてなかったと思う。頑張ってくれました。みんな今朝9時からみんな集合、8時半から集合して、今もう夜の8時なので、本当にねほぼ1日丸1日ずっともうプレーしてきて、本当に疲労の中でも、ね、これだけ頑張ってくれた選手のことで感謝の